これから痩せようっていう人のためのダイエット基礎講座、今日は6話目。ダイエット中の調味料やドレッシングや炒め用の油はどうすればいいのか、この話をしたいと思います。皆さんこんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。今日のお話はこちら、ダイエット中の調味料やドレッシングや炒め油どうすればいいのか、これをお話ししていきたいと思います。ダイエットを始めたばっかりの人って、ドレッシングはやっぱりノンオイルですかとか、調味料は低糖質低カロリー、炒め油は使わない方がいいですか、こんなことを聞いてくるんですけども、実はそこまで気にしなくていいんだよっていう話をねしていきたいと思います。まずね、この調味料やドレッシングや炒め油って使っていいのか悪いかって話なんだけど、これね、これです。気にせず何でも使ってくださいって言ってます。これね、なぜかっていうとこれです。理由は簡単。だってね、太る原因は他にあるんです。私もね、10年以上ダイエット指導してて、調味料で太りました、ドレッシングで太りました、炒め油で痩せませんなんて人に出会ったことがないんですよ。そうなんです。結局太る原因っていうのはこれらじゃなくて他にあるってことなんですね。例えばこの3つの例を見てください。唐揚げの付け合わせのサラダに、私はノンオイルドレッシングを使ってますキリッっていう人もいるしね、少量の油で作る野菜炒めの後に食後のデザートを食べてるっていう人もいたり、オムライスに私は低糖質のケチャップを使ってるのよってね、ドヤ顔で言う人もいるんですけれども、あれあれあれ、ちょっと待ってよって思いません？この組み合わせなんかおかしいなって思ったあなたは鋭い。そうなんです。気をつけるのはね、そこじゃないってことなんですよ。確かにね、ノンオイルドレッシング使うことや少量の油もしくは低糖質のケチャップ使うところは褒めます、褒めるけれども、その一緒にやっていること、そうなんです。いくらノンオイルドレッシングを使ったとしても、これ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 、唐揚げ食べちゃってること、または少量の油で野菜炒めを作ってることは素晴らしいけれども、あれ食後にデザート食べてるの、また低糖質のケチャップ使うところはいいけれども、そもそもオムライスすごいの食べてるよねって気づきますよね。そうなんです。このね、調味料やドレッシングや炒め油を気にする人ほど、皆さんね、こんな感じ、そう、木を見て森を見ずっていう状況になってしまうんです。太る原因って明らかに唐揚げを食べること、せっかくのノンオイルドレッシングの努力も台無し、少量の油で炒め物を作るのは素晴らしいけれども、食後のデザートでこれも総菜、いや台無し、オムライスに低糖質のケチャップ使うことは偉いなって思いますけれども、そもそもオムライスって破壊力抜群の太る食事って分かりますよね。なのでダイエット始めたばっかりの皆さんは、この調味料やドレッシングや炒め油を気にするよりも、それよりもしっかりと満足する料理をすること、つまり調味料とかドレッシングや炒め油をしっかりと使って満足する料理を作ってくださいってことなんです。いくら低糖質や低カロリーの調味料などを使っても、そもそも高カロリーなものを一緒に食べてたら意味がないんですね。それよりも低糖質や低カロリーのものにしっかりとこれらを使ってあげて美味しくしてあげる、そう、これがダイエットの足し算って考え方なんです。そもそも高カロリーなものにいくら低カロリー低糖質の調味料やドレッシング使っても意味ないじゃんってことなんですね。だったら低糖質低カロリーのものを美味しくするための努力をする方がダイエットにおいては建設的なんです。つまりね、ダイエットでやるべきことっていうのは及第点を取ることなんです。テストの点数でいうと60点から80点、そう、合格ギリギリのラインの成績を取れば十分痩せるんです。でもね、ダイエット始めたばっかりの人っていうのは、あれもこれも全部やろうとして頑張りすぎちゃって100点を目指そうとするんです。でもね、この60点から80点の及第点以上の点数、つまり100点を目指そうとすると、この残り20点ってめちゃくちゃ大変で、普段の頑張りの5倍から10倍の努力が必要なんです。
この100点を目指す人、残りの20点を目指す人っていうのはどういう人かっていうと、はい、アスリートの方々、もしくはコンテストに出るような体をカリッカリに体脂肪率1桁台にしようというプロ仕様の人がやることなんですね。なのでくれぐれも皆さんがこのアスリート仕様の重箱の隅をつつくようなことをいちいちやらなくていいってことなんです。そう、この60点から80点、9大点を取るぐらいの努力で十分。それってどういうのっていうと、夕飯に唐揚げを食べることをやめたり、食後のデザートを我慢したり、オムライスは夜じゃなく朝か昼にする。これぐらいの簡単な努力で皆さんは合格、そう9大点取れるんです。さっきも言いましたけれども、結局木を見て森を見ずになると、この大事な基礎の部分60点から80点を無視して、この残りの20点重箱の隅に手を出す人がいるんですけども、これやったらいつまでたっても合格しませんし、痩せないですよね。なので私はサラダに美味しいドレッシングをたくさん使ってください。調味料や炒め油は気にせず使ってください。そう、低糖質低カロリーのものを美味しくする足し算、これをすることがダイエットスキルの向上、こういうふうに教えてるんですね。ぜひ皆さんもこういった考え方でダイエットをするようにしてください。これをネギ式で言うダイエットの足し算、低糖質の足し算っていうふうな概念です。こういったダイエット情報を私の無料のメールマガジンでお伝えしています。この動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL 貼っておきました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。このメルマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いらっしゃるんですよ。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。